100日で 200g を理解するシーズン2。イケメンの最後を飾るのはタイプ2の別所哲也さんです。図ではここに位置します。もう元祖爽やか系ですよね。もう爽やかな絵を絵に描いてある。まあ最近もう何年もですけど J-WAVE であの朝のラジオをやられてて、あのすごくあの本当穏やかにお話しされても心が癒されるんですよね。あのこれさらに穏やかなあの曲が入ったやつ動画型貼っときます。あの英語もご堪能で、あの外国人のゲストの方と喋るとかもできます。まあ学歴もすごい、慶応の法学部ですか、あのインテリ系ですよね。でもあのすごくお茶目なのお茶目というか変わってる一面があって、これダウンタウンナウにあの出てた次のカップラーメンをですね1分で食べると、もうバリカタで食べると、いやあの浜ちゃん絶対嘘だよとか言って、ね、これお蕎麦の時に13秒で食べ始めてまっちゃんを大受けしてるんですけども、あの本人は固くないんですね。あの今テレビの前で共感してる人がいるって言ったら主張していて、もう絶対にあの譲らないんですよ。であのタイプ2が頑固だっていうのは、私が多分あの初めてっていうか言ってる人一人もいないと思うんですけど、やっぱこのタイプ2の頑固さがすごい垣間見えるエピソードですごく嬉しく思いました。まとめです。優しくて穏やかなんだけども頑固なタイプ2の別所哲也さんでした。